おじいさんはお家に帰りました。ただいま、おばあさんや。おじいさんのおかえり。スズメのお宿はクリスマスでしたぞ。ちよちいこもおっぱいっそう元気じゃったな。そんなことよりもおじいさん、お土産とやらを早く見せとくれ。早く早く。よしよし。おお、これかこれか。ところでのおばあさんや、軽いつづらと重いつづらとどっちがいいか聞かれたのじゃが、わしは年寄りじゃけ軽い方をもらってきた。なんじゃと、軽いつづら。かいしょうなしのじいさんじゃこと。男のくせに情けない大きな重いつづらを持って帰ってくればいいのに。どれどれ、中身はなんじゃ。おや、これは本じゃ。聖書と書いてある。何？この聖書、一冊だけかい。まあ、なんと情けない。はて、おばあちゃんや、聖書とはなんじゃったかの。そんなの知らんわ、わしは。こんなのトイレットペーパーにもなりはしない。そうだ、私が言ってその重いつづらとやらをもらってくるわい。おばあちゃん、そんな恥ずかしいことを。いや、恥ずかしくなんかはないわ。偉い人はな、自分から催促してお金をもらってくるもんじゃ。電話急げじゃ、行ってくるわい。そこでおばあさんはおじいさんにスズメの宿の方角を聞き、そこに向かいました。